お疲れ様です。今回はジュラシックワールド新たなる支配者、この映画が100倍満足できる動画やっていきたいと思います。ようやく公開された本作、僕の正直な感想としては、西部劇×恐竜、世界遺産×恐竜、バイク×恐竜、飛行機×恐竜、雪山×恐竜、ジャングル×恐竜、あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたい、このワンパク完結編っていうのは個人的に非常に好印象を持ちました。もともとですね、話まとめるのかなり難しいだろうなと思っていたので、もうやりたいようにやってほしい、もっとやれと思いながらこの映画を見ておりました。非常にですね、恐竜愛、そしてこのジュラシックワールド、ジュラシックパークのシリーズ愛を感じる作品になっていました。監督のコリン・トレボローは一部のスタッフには、君恐竜のこと好きかと尋ねて、恐竜愛があるスタッフとともにこの作品を作り上げたみたいです。他にもですね、いろいろとまだ推測だったりとか考察する部分もあったと思うので、この動画では物語の整理だったり、登場恐竜のヤバさ、今回もですね本を読んだりしていろいろ勉強して面白い知識手に入れてきましたので、シェアしていきたいと思います。わかりやすくて面白かった本については概要欄にリンク入れておりますので、よければそちらからチェックしてください。あとは今作に込めたメッセージ、僕なりに解釈してお伝えして、この作品がめちゃくちゃ面白くなる動画やっていきます。ネタバレありの動画になっております。ネタバレありの動画です、お気をつけください。なんといっても僕、小さい頃の夢が恐竜博士だったんですよ。だからジュラシックシリーズめちゃくちゃたまらないので、もっとたくさん恐竜について深掘りできるので、この動画が好評だったら動画をもう一本作ろうと思っております。このチャンネルは好きな作品がもっと好きになるような情報やストーリーを発信しております。ぜひですね、この動画を伸びやすくするためにもチャンネル登録、あとは高評価とコメント、何卒ね返信します。コメントもぜひお願いいたします。皆さんをねハッピーな気持ちにしてみせますので、よろしくお願いいたします。それでは早速参りましょう。まずは物語の整理やっていきます。この映画は前日談が2本あります。概要欄にリンク入れております。短編の物語になっておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。この作品本編はですね、あっちこっちで同時進行で物語が動いていき、ちょっと分かりにくい部分もあるかもなと思うので、分かりやすく要点だけまとめてお伝えしていきます。まず冒頭では、前作炎の王国のラストで世界中に散らばってしまった恐竜、それをバイオ新社がイタリアのドロミテ山脈という場所で保護していました。 DPG ダイナソープロテクショングループ、設立していたクレアはかなり無茶な活動をしておりました。それによりメンバーであった、ジアとフランクリンは難色を示し、フランクリンは別の仕事へとついていきます。ここからオーウェン、クレア、メイジーの物語。オーウェンとクレアは愛し合っていましたが、婚姻関係ではありませんでした。メイジーを義理の娘として複雑な家庭を築いています。そんな彼らでしたが、メイジーとラプトルのブルーの子供ベータが何者かの手によって奪われてしまいます。そこで先ほど離脱し CIA の野生生物管理部門に転職したフランクに頼ったところ、デラコートという密売者がメイジーとベータを盗んだということが分かっていきます。そして彼らの取引の場所とされているマルタ島へと向かわれていきます。ここではスパイになっていたジュラシックワールドの一作目の仲間バリーの協力を得て、この恐竜の闇市場を仕切るソヨナサントスというボスに会いに行きます。そしてなんやかんやあった結果、メイジーの居場所を聞き出すことに成功します。その居場所というのが、なんとあの保護しているはずのバイオ新社だったということが明らかになっていきます。その後運び屋のケイラに助けられ、バイオ新社へと向かうという物語。一方その頃、グラント、エリー、マルコム、旧レジェンドの3人、こちらは巨大イナゴの群れが発生したことにより、古植物学者であったエリーは農業の食物を調査しに行ったところ、バイオ新社の作物だけが巨大なイナゴに襲われずに無事だということが分かっていきます。なんだこれは、どうやら怪しいぞということで、しかもそこからバイオ新に勤めていたマルコム博士から連絡が来ました。調査したいんだけれども、バイオ新社は先ほど言った山脈の奥地にある恐竜を保護している巨大なテック系の特殊な組織、会社なので簡単に入り込みにくいし怪しまれる可能性がある。そこで白羽の矢が立ったのが古生物学者アラン・グラント博士。彼が登場した時、変わらずね絶滅しない探求心で恐竜の発掘所にいるシーンは光り輝いて映ってて、個人的にはめちゃくちゃ泣けるシーンになっていました。僕も恐竜好きなんで、いやそうだよなと、いつまでも追いかけるよなと感傷に浸っていました。これまでのグラント博士っていうのは1も3も金銭に困っていましたよね。ただ今回登場した時はこの発掘場所というのが人気スポットになって、若者とかも訪れてましたよね。携帯いじってあんまり話聞いてませんでしたか。実はこのジュラシックパークを現実世界で見た世代の人たちが今や研究者だったりとか出資する人の世代になってきたみたいで、ジュラシックパークの映画が公開されたことによって恐竜の発掘は盛んに行われている。要はまさに
大恐竜時代らしいんですよ。これはすごいですよね。そしてかつて悲劇ともなったジュラシックパークを体験したレジェンドとしてバイオ新社を訪問していき、そして黒幕であるということを突き詰めていきます。そして偶然にもメイジーと合流することになっていく。この黒幕であるバイオ新社のルイス・ドシズンという人物は一作目のネドリー、あのぽっちゃりネドリーですね、と裏取引をしていたあの人物なんです。長い年月を経て演じていた役者さんは変わりましたが、キャラクターは同じ人物です。ここで出てきたバーバソル社のシェービングクリーム缶、ジュラシックパークの時にはこう土の中に埋もれていましたが、この最新作新たなる支配者でその缶が再登場していましたよね。ファンとしては嬉しいサプライズだったと思います。つまりこのバイオ新社は先ほどの恐竜闇市場のサントスと裏でつながっており、白亜紀 DNA のイナゴで食糧危機を引き起こす、しかも昔の初代ジュラシックパークのあの悲劇を巻き起こしたともいえる裏の張本人、とんでもねえ野郎だったんです。そいつが今回の黒幕でした。そして今回ウー博士も再登場しております。そしてなんやかんやなんやかんやあって全員が集結してクライマックスへと続いていくという物語になっておりました。いろいろチームが分かれて置いていかれる可能性もありましたが、整理するとこんな感じです。そして今回登場した恐竜たち、ここの話もめちゃくちゃ面白いです、まず前提としてこのジュラシックパーク、ジュラシックワールドに出てくる恐竜は遺伝子を改良された恐竜なので、実際の恐竜たちとはちょっと違う能力を持っていたりもします。今回も新しい恐竜たちが登場しましたが、完結作らしくこの作品で活躍が多かった恐竜というのはちゃんとコンセプトを感じる選ばれた恐竜たちになっていました。そのコンセプトというのが僕なりに感じたのは最強、この2文字でした。今回出てきたドレッドノータス、全長約20メートル、全高約12メートル、最大レベルの恐竜と言われております。ただこれよりも大きいとされている30メートル以上あるアルゼンチノサウルスという恐竜もいて、一般的にはそれが最大とされているんですが、骨の完全性、要は見つかっている骨の種類だったりとか骨の数っていうのがまだ 5% から 9% 10% ぐらいしかないのに対して、今回出てきたこのドレッドノータスは骨の完全性が 70% 以上あるとされており、しかももっと大きい個体もいたかもしれないという実在性が高く、2014年に新種として命名された竜脚類、要はブラキオサウルスとかあの4本足で歩く大きいサイズの恐竜の中では最大級の恐竜、ド級戦艦ドレッドノートからその名前が付けられたドレッドノータスという最大級の恐竜なんです。そして次にご紹介するのがケツァルコアトルス。名前なんだか聞いたことあるんだと思うかもしれませんが、アステカ神話の蛇神様の名前です。ファイナルファンタジーとかね、他の神話から名前を持ってきたゲームとかでもケツァルコアトル聞いたことあると思います。これは翼竜なんですが、翼を広げた幅が最大で18メートルと当初推測されておりました。これは空を飛ぶ動物の中の歴史上最大だと言われております。ただこれは後の研究によりもうちょっとちっちゃかったんじゃないかと言われて、現在 12、3 メートルぐらいに研究されているそうです。最大9というふうに言われております。中国の方では風神翼竜というかっこいい名前がついたケツァルコアトルス。次に紹介するのがフィロラプトル。この恐竜はフランス産のラプトル。恐竜というのはモンゴルのゴビ砂漠や中国あたりで発見されることが多いんですが、ヨーロッパにいたとされるラプトルです。今回は羽毛恐竜として登場しておりました。恐竜詳しい人ニュースで見たことあると思いますが、もう近年の研究によれば一部の恐竜には羽毛が生えていたよっていう風に言われております。ティラノサウルスとかもね、今作もこの頭の方に結構毛がついていたと思います。そしてこのピロラプトル、映画の中では遺伝子改良の影響か水中から獲物を狩るような能力を持っていました。実際には木登りが得意な恐竜だったらしいです。水陸のハンター、ピロラプトルとして映画の中では登場していました。次にご紹介するのがアトロキラプトル。これは北アメリカ、カナダで発見されたラプトルです。ベロキラプトルよりも一回り大きい恐竜です。映画内に出てきたアトロキラプトルはオーウェンとバリーの研究。彼らはもともとインジェン社のセキュリティ部門でラプトルを飼いならす計画に参加していました。その計画が闇組織によって悪用されたのが今回出てきたアトロキラプトル。レーザー照射でターゲットをしつこく付け狙ってきます。しかもこのラプトル、オーウェンが飼ってたラプトルのようにアトロキラプトル4姉妹として4体登場しております。それぞれゴースト、タイガー、パンテーラ、そしてレッドという名前がついております。残忍な略奪者アトロキラプトルが活躍していました。次に紹介するのがディメトロン。洞窟の中で襲ってきていました。背中のヒレが出てきた瞬間スピノサウルス来るかと思った人も多いのではないでしょうか。恐竜ではないんですね。まあ細かいことははしょりますが、
ジュラ紀とか白亜紀よりも前、恐竜たちがいた時代よりも前のペルノキ時代の強者です。実は2億5000年前に地球上の生命体の大絶滅が起きました。その時にディメトロンも絶滅しました。そしてペルノキの絶滅があった後、三畳紀という空白の期間があって、ジュラ紀、白亜紀、恐竜たちの時代へと移行していきます。幻の大先輩ディメトロン、恐竜たちの前の時代の強者が今回活躍しておりました。そして今回の強敵、ラスボスともいえる恐竜がギガノトサウルス、登場しております。陸上最大級の肉食恐竜として、発見された当初14メートル以上、つまり5階建てのマンションぐらいの恐竜だということでですね、 T-Rex を超える存在だとめちゃくちゃ話題になった。それがギガノトサウルスです。名前の通りギガノト、巨大さをアピールした名前が付けられました。しかし悲しいエピソードもあります。実は頭部が破損している部分があり、大きく見積もっていたということが明らかになっていきました。そして後の研究でティラノサウルスと同じぐらいのサイズ感で、縦長のもうちょっとほっそりしてた体型だということが明らかになっていきます。だけどこのギガノトサウルス、 T-Rex 超えのドリームは語り継がれていき、ゲームのディノクライシス2でもティラノサウルスよりも大きい恐竜としてラスボスで登場してきたり、他の作品でもですね、最大級の扱いとしてギガノトサウルスは出てくるようになっていきました。まさに人類に翻弄された最大竜ギガノトサウルス、おそらく、遺伝子改良でかなり大きい恐竜として映画の中では登場していました。そしてみんな大好き我々の王ティラノサウルス、まさに恐竜の代表格とも言える存在。なんといっても顎と筋肉質な体型です。顎周りから首にかけての筋肉、これによりものすごい噛む力を持っていました。さらに頭蓋骨の研究で嗅覚も鋭かったっていうのが明らかになっていきます。しかもこの歯っていうのが、この上から見ると D の形をした歯になっていて、大きく鋭い歯は非常に獲物を切り裂くのに特化していました。しかも研究では体の中、胃の中から骨の破片が見つかっており、顎と鋭い歯で獲物を骨ごとバリバリ食らい尽くす。しかも恐竜が絶滅する前の白亜紀末期の覇者として、最後の暴君ティラノサウルスとして非常に有名で人気者の恐竜です。僕も大好きです。ちなみにパーク1作目の T-Rex、 そしてワールド1作目2作目に出てくる T-Rex というのは全部同じ個体とされております。ファンの間では原作小説の名前から取ってレクシーと呼ばれて愛されているらしいです。この首元の過去の戦いの傷が特徴です。今回出てくる T-Rex も同じ個体と言われております。しかも映画の冒頭でギガノトサウルスと T-Rex が戦って T-Rex が負けちゃうっていうシーンがあるんですが、この負けちゃう T-Rex っていうのが生前のレクシーだと言われております。そして亡くなって蚊が T-Rex の血を吸う、そして現世でリベンジマッチを行う熱い展開でしたが、改良されて巨大化したギガノトサウルスには勝てない。そこで現れるのが今回の新恐竜テリジノサウルスです。この恐竜は巨大な70センチもある爪が化石で発見されました。しかもこの見た目で巨大な爪がありつつ、草食の恐竜というのが大きなポイントなんです。大きさも最大11メートル、ティラノサウルスよりも一回り小さめの大きなサイズの草食恐竜。ただこの爪は表面がケラチンして覆われてたみたいで、簡単に言うと映画みたいに鋭い刃物では実際になかったみたいです。怠け者とかアリクイの爪みたいな感じらしいですね。身を守るための防衛手段だったり、この爪で木をなぎ倒していたみたいです。羽毛を持つ恐竜として今作では描かれておりました。改良された影響か、目玉がなく池の中に沈んだクレアを探すようなちょっとソナー的な能力もありそうでしたね。映画の中では改良されたせいか爪も非常に鋭くて、鹿などを蹴り殺していましたが、最大のシザーハンズテリジノサウルスと偶然にも協力しギガノトサウルスと戦っていました。ただ僕個人的には最後の戦いが初見の時に気になっていたんです。ジュラシックワールドの1作目とちょっと演出が似てるじゃないですか。ティラノサウルスが勝てない、でも他の恐竜たちと一緒に戦うみたいな。しかしいろいろ調べることによって、今作ではギガノトサウルス最大級の恐竜 VS 肉食のティラノサウルスと草食のテリジノサウルスという肉食と草食の最強が戦っていく。しかもこの3体の恐竜というのは改造恐竜インドミナスレックスにその遺伝子を使われた恐竜たちです。彼らの総決算のバトル、他にも登場してきた恐竜は最大だったり最強、しかもレクシーにとっては念願の長い長い月日を待って待っての生まれ変わっての対決、つまりここには最強しかない、ザ・マッチ2022恐竜版がこの映画では描かれていたわけなんですね。最強同士の熱いバトルが繰り広げられておりました。はい、ここからは最後今作のメッセージまとめに入っていきたいと思います。キャラの関係性や成長がしっかりと描かれておりました。孤独な男だったオーウェン、
1でも2でも一人でバイクや機械をいじっていましたが、今回は家族を築いた影響もあってか、周囲を引っ張るリーダーになって的確な状況判断で周りを導いていました。このジュラシックワールド1のシリーズでは潔癖でビジネス的なクレア、床に落ちる飲み物がねこぼれないようにいろいろとやっていたアンナクレアが、自分の身を挺して汚れるのを構わず自然と家族を愛する母親の姿になっていました。街を出られなかったティーンエイジャーメイジーは、今回の戦いのことで3世代を知り、多くのことを知っていったと思います。レジェンドたちは知識と経験で周りを引っ張っていました。さらに、過去作をね見た人ならわかると思うんですが、グラントとエリーはもともとカップルで、エリーは別の人と結婚した時も引きずっているような感じがありました。監督のインタビューでも、エリーとグラントはくっつきそうになったんですが、子供を産む覚悟があったエリーと、やっぱり恐竜の発掘をしたいグラントっていうので別れてしまったらしいんですが、そんなグラントも晩年には恐竜よりもパートナーを選んでいきました。運び屋としてのケイラは、家族のしがらみ、仕送りがねなんとかかんとかとか、写真をねハンドルのところに置いていたので、いろんな孤独さを実は感じていたんじゃないかなと思います。そんな彼女も自分なりの倫理観で協力することになっていきます。社員だったラムジーも間違いに気づき協力してくれます。開発の張本人ウー、ファンとしてはね、ある意味に憎うべきキャラクターなんですが、彼なりに食材の道を選んでいきました。仮初めの絆を結んでいたドジスンは、結局ネドリーと同じようにディロフォーサウルスにやられていました。企業と科学、子孫と共存というものがこの映画の中には込められていたと思います。映画に出てくるおごり高ぶった支配者というのは、ドジスンだけではなく、実は誰もがそれに加担している可能性があるんです。それはこの現実である僕たちも似たようなものではないでしょうか。ワールドシリーズの登場人物というのは、先ほども紹介したように無意識にインジェン者だったりバイオ神社に協力して加担した側の人たち、その人たちが活躍してきたシリーズだったんです。今回の登場人物はそんな彼ら誰もが勇敢に行動していました。子供だったり女性はキャーキャー叫ぶだけではなく、自ら状況を打破し改善しようと行動を起こしていきます。過去の過ちに気づき、年齢だったり性別、人種、あとは血縁関係ですね、家族のつながり、血のつながりがなくても、知人でも、その場で偶然会った他人同士でも関係なく協力すること、それが人と自然の共生に必要なことなのではないでしょうか。この映画を見ていて他にも気になった点実はあったんですが、恐竜との共存、炎の王国のラストで提示された問題点でしたが、この新たなる支配者では明確な進展を感じませんでした。物語自体があまり前に進んでいないように感じましたが、そういうことではないんだと思いました。2億5000万年以上前から生命というのは絶滅と繁栄を繰り返してきました。地層や化石を調べると生命が増えて、ある時に行くとバタッとそれがなくなって、また増えてバタッとそれがなくなって、また増えてというのを繰り返してこれまでやってきたんです。人間である我々もまた長い歴史の一部にしか過ぎません。さらには自ら絶滅する可能性だってあります。このカオスの世界、これさえあれば解決する、そんな単純な答えなんて存在しないんです。悩みながら次の世代へ託していく。この映画を見終わった時に続編の可能性もあったら嬉しいなと思った人多いのではないでしょうか。制作を務めたフランク・マーシャル、スピルバーグとかずっと組んでたすごい人なんですが、今後の展開というのを一切否定しておりません。さらには監督のコリン・トレボローはインタビューで、ケイラやラムゼ、サントス、今回出てきた新しいキャラの活躍の可能性、今後も示唆しております。明治出生の秘密だってまだまだありそうですよね。今回以降全く新しいジュラシックフニャララが始まるかもしれません。炎の王国のラストでは人間や世界の崩壊を予感させる、どことなく不穏でネガティブな空気感に包まれていたと思います。ですが今作新たなる支配者のラストは、動物と恐竜が共存することによって非常に生命のエネルギーに満ち溢れる崩壊の不安もありますが、そうならない可能性も感じるポジティブで明るい演出になっていました。さらに共存することにあった恐竜の研究が人類の問題解決の可能性も秘めております。この新たなる支配者、これが終わりではないんです。制作のマーシャルは言っていました。今作は新時代の幕開けになるだろう。ようこそ真のジュラシックワールドへ。恐竜好きとしてはこのエンターテインメント作品、まだ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 続けてほしいので、ぜひとも今後楽しみにしております。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、もう一回映画館に行ってみてはいかがでしょうか。あとはチャンネル登録、高評価、あとコメント、何卒ねよろしくお願いいたします。それではまた次の映画でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。